私、今までこの死刑囚関連、凶悪事件の向きだとか、そういった判決が出る犯人たちの話をしておりまして、ちょっと気になったのは、じゃあ死刑執行数っていうのはどれぐらい年間、あるいは今までされてきたのかなっていうことで、割と近い数十年遡ってお話ししたいと思います。まずですね、1980年7月17日から1992年12月11日までの法務大臣は任命中の死刑執行が0から2人までしか執行してない。1993年8月9日から1994年4月27日、細川内閣で三日月明法務大臣は4名の執行をしているんですね。1994年6月30日から1995年6月29日の間で村山内閣で前田勲法務大臣は5名の執行。1996年11月7日から1997年9月10日橋本内閣で松浦勲法務大臣は7名執行。少年死刑囚の死刑も含む。2006年9月26日から2007年8月26日安倍内閣で永瀬仁英法務大臣は10名の執行をしているんですね。そして2007年8月27日から2008年8月1日、安倍福田内閣で鳩山邦夫法務大臣は13名を執行しているんです。私の記憶だと、この鳩山邦夫大臣が法務大臣に任命された以上、それが法律で決まっていることなんで、それを粛々と執行していくのは当然だっていうことを言ったんですね。まあ人権派関係の方からでは非常に緊縮を買った発言ではあるんですが、よくよく考えてみたらそうなんですね。凶悪事件を起こす、逮捕され、起訴され、一審で地裁の裁判にかかり、最高裁まで長い年月と予算と、いわゆる今日本での法律関係者が考え、国としての結論を出してるわけなんで、その結論が死刑執行ということであれば、時期とタイミングが来ればするのは当然だという理屈はもちろんわかります。ただやはり人の命なので、そういう言い方してはなという流れがあったように覚えております。次は上川陽子法務大臣。安倍改造内閣で2度就任し、続いて菅内閣でも3度目の法務大臣就任です。1度目の就任で1名、2度目の就任で15名、3度目ではまだゼロの執行ではあるが、この16名の死刑執行数は歴代最高である。この中にはオウム真理教松本死刑囚ら7名と岡崎ら6名の13名を含む。オウム関連のことがあったので多くなったとは思いますが、さすがにこの時の死刑執行のことにもいろいろ言われましたけども、あれからね数年経っておりますんで、一旦落ち着いたようには思われますが、今までなかったのは、死刑の判決が出る共犯者っていうのはあっても2名3名ぐらいなんで、これだけ多いっていうことは同日にやらなきゃいけないっていうことになるんですよね。やっぱり共犯者であればほぼほぼ同日に、例えば東京拘置所でとか大阪拘置所でとか死刑執行ができるところってたくさんあるわけではないので、この上川陽子法務大臣のオウム関連の執行に関しては、そこら辺のバランスとか時間っていうのをすごく考えてやってるなっていうのが分かった一件でもありますよね。そして2008年9月24日から2014年10月20日のおよそ6年の間にも、森英介法務大臣は9名を、谷垣定和法務大臣は11名を執行した、安岡沖春法務大臣は森内閣、福田内閣で2度法務大臣に任命され、3名ずつ合計6名の執行をしている。やはり在任期間中が長ければそれは執行数も多くなりますし、ただやっぱりそれはやらなきゃいけない義務だとしても、あまり気持ちのいいものではないだろうとは察しますよね。2021年6月末の数字なんですが、死刑確定数は113名なんですね。これ私がいろいろ気にしだした頃からだいたい100名前後で、執行が遅れれば遅れるほど待機者数は増えていくわけで、ある程度やっていかなきゃいけないっていうのは分からなくもないんですが、今日本の人口1億人としまして、この100名ぐらいは出てしまうっていうことなんですね。もうこの数字っていうのは多分変わっていかないと思うんですよ。ここで考えなきゃいけないのは、死刑確定者、死刑執行待ちの人が100名いるというふうに思うと、少なくてもこの倍以上の被害者の方がいたんだっていうことを忘れてはいけないですよね。一人殺しただけでは死刑執行にはなかなかならない。全部が全部じゃないですよ。そういうような基準みたいなものがあるわけですよね。で、亡くなられた方だけではなく、その家族、友人、周りの人たちのことも考えれば、暴
膨大ないわゆる被害者の方たちがいるわけですよ。これって一生懸命これだけ犯罪検知数が少なくなったり昔に比べれば安全ってなってもこれだけの数は出てしまうっていうことなんです。単純に死刑執行待ちの人がこれだけいるからああそうなんだっていうことではなく、そうなるまでにあったことを考えればですね、簡単に死刑制度をなくすとか廃止するとかって言えることではないなと思うわけですね。私も何度も言っておりました。私もどちらかと言ったらこの凶悪事件は厳しい対応をしなきゃいけないっていうことは分かってて、ただ世界的な流れとして死刑執行を回避する流れになってる中で、日本だけなぜまだ遅れてるようなこの制度があるんだろうというところから始めたものの、調べれば調べるほど、喋れば喋るほど死刑制度なくしてこれ成り立つのか、じゃあそれに代わるものは何なのかっていう答えが見つけられないんですね。死刑という制度はあった上でなぜ執行できないのかっていうことを明確に言っていくことしかないのかなと。でなければとてもじゃないんですけど、凶悪事件がここに至るまで私がお話ししてきたものがなくなるとは思えないんです。これを終身刑というような曖昧な形にするのか、実際無期懲役の人たちでも今だと有期刑の上限が30年に上がってますから30年は出れないだろうね、なんです。だろうねっていうことになってるんです。だろうねだろうとかっていうことで人の命を左右したりすることはなかなかできないんじゃないかなって。要は無期であっても50歳の人間が30年って言ったら寿命のこと考えたりすれば在所中に亡くなるだろうなとか、だからこれなろうなとかっていうことじゃなくて、厳しいようですけどもう少しきちっとした分かりやすい制度にしないと処罰感情だとか被害者の遺族たちの救済にはなっていかないんじゃないかなっていうことを考えるきっかけになればなということで、このようなお話をさせていただきました。